まあ、前回、開幕戦では、まあ、肩脱臼しちゃって、すごく、まあ、これまで、苦しい時間を過ごしましたけど、まあ、これまで本当復帰戦にあたって、まあ、ACL は復帰でしたし、その後もエスパルス戦っていうふうにこの轟でプレーずっとできてなかったので、正直その不安はありましたね。久しぶりに轟でどんだけできるかっていうのは、サポーターもたくさん来てくれますし、うん、まあ、でもこうやって点取れて、サポーターと一緒に喜べたっていうのは、すごく嬉しいですね。次もはい似合ってますか、かわいいですか、ボールが良かった、ボールマジ良かった、完璧マジで完璧だった、練習通りすぎてびっくりした、煽ってからのゴール、いやたまたまっすね、でもすごい盛り上がったんで、なんかいつもより高ぶりました。ありがとうございます。慎太郎くんじゃないこれ。
大丈夫ダイヤマイコに慎太郎くん、いや絶対慎太郎くんでしょ、はい、慎太郎くんでしょ、ディフェンダーが点取った時に上げないと、そうです、え、ポーズだって、どうしますよかったっすね、久々のホームだったんでよかったっす、たくさん人来てくれたし、雰囲気どうだった、いややっぱいいっすね、なんか帰ってきたなって感じします、またやりたいっす、はい、あ、何これ、わかんないんだけど、ありがとうございます、ナイスゴールで、ありがとうございます、どうですか、一言、最高ですやっぱ嬉しいです、点取ったら今回喜びましたね、この人、いやー、ちょっと複雑な感情でした、またこれからどんどん点取れるように頑張ります、驚きのチームどうですか、やっぱ最高です、1ヶ月ぶりで楽しいです、はい、一言、最高です、驚きのチームどうですか、いややっぱり久々の驚きということで、まあ、とてもいい雰囲気で楽しくやりました、なんか一つ一つのプレーで勝ち人が起きるのでやってて楽しくなります、楽しくなります、ありがとうございます、今日は、対戦相手としてですけど、その時に帰ってこれて皆さんの前でこうやってプレーを見せることができて楽しかったです、ね、もっともっと強くなって川崎と対等に戦えるように頑張っていきます、ありがとうございました。